本日もご飯の時間がやってまいりました。今日のメニューはですね、タルタルソースたっぷりのはんぺんでふわふわエビカツサンドを作りたいと思います。それでは参りましょう。ご飯キッチンレッツゴー。はい、今回使う材料はこちらになります。はい、今回ね、材料少し多いのでこちらに記載しておきます。サンドイッチに挟む具材などお好みで変えていただいて結構です。またね、タルタルソースもお好みの具材で作ってください。マキシマムスパイスは塩コショウで代用 OK です。はい、それではね、まずこのエビを細かく刻んでいきます。今回はじゃあハンドブレンダーで刻んでいきます。こんな感じで、ね、次はねこのはんぺんを潰していきます。ガサンと潰していってください。これぐらい潰れたらさっきのエビをここに入れていきます。ここにですね、片栗粉と溶き卵、いつものマキシマムスパイスをちょいっと混ぜていきます。はんぺんの形がねなくなってきたら取り分けていきます。だいたいね取り分けれたら次は順番に衣、小麦粉、溶き卵、パン粉つけていきます。はい、こんな感じでね出来上がります。ちょっと柔らかかったんでねバラバラな形になってるけど、じゃあこれで揚げていきたいと思います。はい、それではね170度から180度の油で約5分揚げていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。このまま食べてもね美味しそうなんですけれども、これをサンドイッチにしていきます。Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? Cause I don't know, I sure know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it ました。はんぺん入りふわふわエビカツサンドの完成です。はいとこんな感じに出来上がっております。ちょっとねカツが大きかったんで倒れそうになってますけど、見とお手のかな、こっちこっち、はいはいはい、はい、それでは早速いただいてみましょう。とね、何もついてない方からいこうか、ソースじゃない方で。うん、うん、めっちゃ美味しいよこれ。こっちはねタルトル、こっちはねタルタルしかついてない方やねんけど、エビカツにしっかり味がついてるんでめちゃくちゃ美味しいです。あとねはんぺんがね口の中で溶けるみたいでめっちゃ美味しいです。うん、次はねちょっとウスターソースつけたやつを食べてみましょう。なるほど。ソースつけたらねちょっと辛くなってめちゃくちゃこれも美味しいです。タルタルがめっちゃ美味しい。カツでかくみたいな。はい、本日はですねはんぺん入りふわふわエビカツサンドのご紹介でした。エビのプリプリ感とねはんぺんのふわふわ感が口の中でふわっととろけてねめちゃくちゃ美味しかったです。めちゃあとちょっとだけ待って、もうちょっとだけ待ってな。揚げ物なんでねちょっと難しいような気もするんですけれども、ほんまにね今日も簡単にできたので皆様一度お試しください。はい、本日の料理は以上となります。この料理美味しそうだったら高評価またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の料理か Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ご参考無ビーコでした。